例によって大きく素早く回り込みます6号艇西島、そしてそれに付き合うように抵抗1号艇辻がインコース。サンケイスポーツ若葉賞開催5日目の攻防は最後の第12レース3つ目の準優勝戦です。対戦メンバーは1号艇辻栄造、2号艇北川幸典、3号艇佐々木秀樹、4号艇出本正弘、5号艇木山和幸、6号艇は西島義則、以上6メンバーの対戦です。インコース人気を集めたのが1号艇辻栄造。どの足もバランス取れて上位の仕上がり、辻は陰線。回り込んで2コースが6号艇西島義則。前半カードをキャリアボデーを変えて、このレース展示タイムは良化していました。復調になったか。3コースが2号艇の北川幸典。乗りやすさはあってさばける足。そして角1、4コースに3号艇佐々木秀樹。行き足中心にコメントは良好。5コース4号艇が出本正弘、6コース5号艇はレース足上々です木山和幸。2対1対3の第12レース準優勝戦、進入はインコースから1番6番7番3番4番5番でスタートしました。6艇あまり差はありません。わずかにスタートしてから2号艇の北川が出てくる。 6号艇の西島も抵抗一周一マーク、まくりきったのは2号艇乗って差してきた3号艇、後から後ろ5号艇も差し込んでバック側に入ったところまくりました。先頭2号艇の北川、2番手5号艇木山、3番手3号艇4号艇佐々木と出本が並んでスタートは正常でした。内から6号艇西島もやってきて1周2マーク、トップ旋回2号艇北川、外前5号艇木山、内からぐるっと回った6号艇の西島を指して3号艇佐々木、ホーム側に戻って先頭は抜け出しています。2号艇の北川幸典、2番手争い2艇の並走で5号艇木山の内から3号艇佐々木がへさきをかけていまして、2周目の1マーク、2番手争い内から3号艇佐々木が先手を取っていく。5号艇差し返して木山でバックが抜けての2番手は前に出た5号艇木山和幸、2艇身リード。3番手が3号艇佐々木秀樹、上位体系は2番5番3番です。水が空いて4番手以降は4号艇1号艇6号艇と差がなく続いて2周の2マーク、トップは2号艇の北川、2番手5号艇木山、3番手で3号艇の佐々木が続いてホーム側、上位の台形は2番5番3番でレースは最終周回へと入ります。ここは3コースから一気のまくりを見せました2号艇北川幸典、トップで3周1マーク、2番手は5号艇木山和幸さばいて、3番手が3号艇の佐々木秀樹、上位体系は2番5番3番です。2番5番3番これは波乱となりまして、3連単 305.5 倍、2番5番2連単こちらも満州 135.3 倍を示しています。ラストターンマーク、トップ2号艇の北川、2番手5号艇木山、3番手3号艇佐々木が続いて上位体系、2番5番3番です。第12レース先頭2番ゴールイン、5番ゴールイン、3番4番ゴールイン、1番ゴールイン、ラストで6番ゴール。